久保さん、ボボーーナナススっってもらったことありますボーナス僕ね、ボーナス一度もないんですよ。社会人になってボーナスをもらったことが一度もないです。<laughs> まあ前の会社でもボーナスなんてなかったし、ありました、ボーナス。なんかその、夏冬とかね。なんかまとまって50万とか80万とか100万とか。一度もないですね。はい。ということで今回は YouTube にはボーナスがあると。 はい。まあ、あの、そういうね、会社でボーナスを僕もらったことないんですけど、YouTube からね、めちゃめちゃボーナスをいただいております。ありがたいですね。しかも、その、そのボーナスっていうのが、うん、なんだろうな。あのー、1年前、2年前、3年前の動画から、ーボーナスいただいてます。まあ、大きい金額じゃないですけどね。まあ、でも僕が大きい商品売ると大きくなったりするんですけど、 ま、何が言いたいかっていうと、一般の、一般の人のボーナスって完璧じゃないですか。去年の夏のボーナスのお金をもう一回くださいとは通らないわけですよね。毎回毎回なんですよ。だけど、YouTube の場合は、前にやったことが今になったりするわけですよ。わかりますこの前僕のゴールデンウィークキャンペーンやったんですけど、その映像も前の動画ですからね。昔作った動画ですから。うん。 僕、商品いっぱいあるんですけど、キャンペーンやろうと思ったら、本当にい,くついつでもすぐできるんですよ。商品めちゃめちゃあるんで。めちゃくちゃあるんで、もうキャンペーン打ちたい放題なんですよね。商品あるんで。でも、それ YouTube、動画なんですよね。そう。まあ、コンテンツ販売にしても、あの、動画って非常にいいですし、まあ、腐らないし、いくらでもいいかようにできると。うん。だからね、あのー、YouTube やった方がいいですよ。集客も、 コンテンツも全部できる、セールスも全部できるし。うん。とは言ってもみんなやらないから、やったもん勝ちでやってる人だけが勝てるってことですね。はい。まあ、ということで、まあ、なんでボーナスの話し,話したかっていうと、まあ、そのね、あのー、僕が入ってるね、一つの、もうたった一つのね、LINE グループみたいなあるんですよ。それがあの、先輩、卓球の先輩のね、あの、LINE グループなんですけど、<laughs> そこでね、新商品の、ラケットの新商品出たよみたいなね、あの、連絡があって、 で、ボーナスが出たら買うみたいなね、メッセージがここはあったりとかして、あ、ボーナスか、みたいなね。まあそっからボーナスの話になったんですけど。久保さん、ボーナスもらったことありますいってらっしゃい。